い、どうも、しおみんです。今どこ来てるかというとですね、こちら、宝塚になります。宝塚に来ております。何しに来たかというとですね、宝塚で日本一だと思うんですけど、狭い丸々があるということでですね、やってまいりました。これだけのためにですね、宝塚にやってきたっていう感じでございます。はい、どこにあるかちょっとですね、見に行ってみたいと思います。それでは、はい、マンション群をですね抜けていっておりますが、多分追ってると思います。すいません、風が今日きつくって風の音がだいぶ入るかと思います。ちょっとね、川が見えそうなところが道路ありましたんで、ちょっとそっち行ってみようと思いますが、割と最近の作りのマンションですね、これも。なんか洋風な建物も見えてまいります。はい、見えてきました。あれがですね、おそらく日本一狭いと言われている、橋です。いや、バカですかね、私もねこのためだけに、なんかやってまいりました。では渡っていきたいと思います。はい、宝塚側から行きます。よっしょ、狭、マジ狭。向こうからおばあちゃんが歩いていきます。はい、じゃあですね、西宮側からですね、今度は宝塚の方に渡っていきますが、カメラを、ね、360度カメラに変えてみました。どんな映像が撮れるんでしょうか。よいしょ、というわけでですね、おそらく日本一、狭い橋
多分ね70センチっていうとだと思うんですけど、まあそういうね、橋をですね、渡ってみましたという動画でございます。まあね、これだけのために宝塚までやってまいりましたという感じでございますじゃあですね、またね、いろんなね、情報、旅の情報というかですね、面白い情報も含めてですね、お届けしていきたいと思いますんで、また違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。